DAW レスの鈴木です。今回はサウンドトイズのリズミックオートマティックパンナーパンマンを紹介してみたいと思います。その名の通り音の定位を自動的に変化させることができるオートパンプラグインということになります。定位を変化させるだけであれば DAW ソフト上に直接パンのオートメーションを書き込んでいくというのももちろんいいんですけれども、パンマンを使えばもっと簡単に動きのあるサウンドを作ることができますし、ちょっと変わったリズミックな効果を作ることができたりですとか、サウンドトイズならではの音楽的なパン表現が可能ななかなか面白いプラグインになっているかと思います。私も普段から重宝して使っているプラグインの一つだったりします。早速パラメータから見ていきたいと思います。これまで紹介してきたサウンドトイズの他のエフェクトと同様にどのような動きをさせるのかというのを変更することができます。今は LFO モードで動いているんですけれども、こちらのボタンをクリックすることによってさまざまな動作モードを選択することができ、選んだモードによって表示されるパラメータが若干変わってくるみたいな仕組みになっています。ちょっとまずわかりやすく LFO モードから見ていきたいと思うんですけれども、まずワイズのパラメータではパンの定位がどこからどこまで変化させるのか、その幅を変更することができます。ですので一番下げてしまうと中央のまま固定されるということになりますし、一番最大まで上げていくとこのメーターでいくと一番右から左まで定位が動くようになります。続いてスムーシングのパラメーターでワイズの範囲内でどれだけ滑らかに定位を変化させるのかを変更することができます。このパラメーターを上げれば上げるほど定位が滑らかに動くようになると、ちょっと今の状態だと分かりにくいですので、レートを早めにしてまた動きをこう右左右左という風にしてみたいと思います。今スムーシングが高い状態ですので、右から左、左から右に滑らかに動いている状態になっていますけれども、スムーシング下げていくとこれが直線的に動くようになるよと。実際にサウンドにかけてみたいと思うんですけれども、まずは効果が分かりやすいように実用的ではないかもしれないんですけれども、こういったスネアのサウンドに対してかけてみたいと思います。パンマンをかけると今スムーシングがハードな状態になっていますので、このように右左右左とはっきりとした定位を作っていますけれども、スムーシングを上げていくに従ってこの定位の動き方が滑らかになってくるよと、はい、レートはその速さと、このような効果を作ることができます。また一番左オフセットのパラメータを使うことによってパンナーに対してオフセットの設定ができるようになっています。ちょっとわかりやすいようにワイズを一番下に下げてしまってオフセット回してみます。そうすると左側にしますと基準点が左にずれていくよと、それに対して上げてライトの方向にしていくと右が基準点になってくると、これはパンのセンターを決めるというイメージを持っていただくとわかりやすいのかなと思います。そして今 LFO モードで使っていますので、こちらのパラメーターはこの速さ、 LFO の速さですね、どれぐらいでパンが移動するのか、そしてパンが動く方向を3段階から切り替えることができます。右から左に行くのか、右左右左と行って帰ってくるのか、それか左から右に移動するのか、この3パターンですね。これもお好みに合わせて設定していただければ OK かと思います。では他のモードを見ていきましょう。今度リズムステップモード、このモードでは任意の音階のタイミングでパンを変化させることができますので、テンポに同期するオートパン効果を作りたいときに便利です。今は四分音符単位に右左右左と行ったり来たりするようなパターンを作ってみたんですけれども、この定位の幅の中で何ステップで動かしていくのか、今3ステップですのでちょっと分かりやすくスムーシングをこうしましょう、はい、3ステップで動いてますけれども、この数値を上げていくと何分割するのかなんていうのを変更することができるわけですね。もちろん速さをもっと速くする、例えば16分音符で、元々のテンポ自体を任意で設定することもできますし、ホストの DAW ソフトに連動させることもできるという形になっています。またこの状態ですと画面左側のセクションにフィールというパラメータが追加されたのがわかるかと思います。これはパン効果がかかるタイミングというものを前乗りにするのか、それとも遅れ気味にするのかなんていうのを変更することができるパラメータです。フレーズに同期させてちょっと確認してみましょう。そうすると今ラストタイミングですけれども、前乗り気味にする、ちょっとこれ効果が分かりにくいかもしれませんけれども、後ろ気味にする、このフィールをコントロールすることによってパンニングの要素だけをずらす、それによってリズムに変化を与えるなんていう面白い使い方ができてくるという形になります。リズムシェイプ、
これはリズムステップからステップの要素を取り除いて、さらにシンプルに使うことができるというタイプになっています。今8分音符単位で右左右左と切り替わっていますけれども、ちょっとゆっくりにしてみましょう。そうすると今2分音符に設定しましたので、2分音符単位で右左右左というふうに動く、そんな状態を作ることができます。続いてピンポンモード。ディレイでよくピンポンディレイなんていう設定が使われたりしますけれども、音が鳴るたびに右左右左なんていうふうに定位が動いていく、そんな状態を作ることができます。まずトリガーでピンポンの式位置を設定していきます。レベルメーター表示されていますので、そこに合うようにパラメータを動かしていくと、トリガーで設定したよりも大きな音が入った時にピンポンが働くようになります。そしてディバイダーではいくつの音がトリガーを超えた時に定位が変化させるのかなんていうのを変更することができます。今は1ですので、トリガーを超えるたびにこのように定位が変わっていきます。これを数字上げていきますと、ここが今カウントされているのがわかると思うんですけれども、今は3音が入るたびに定位が切り替わっていくなんていう状態を作ることができます。そしてランダムモードでは完全に準不動に設定することができると。もちろん音が変わるタイミングというものを変化させることができます。そして最後がステップモードです。このモードでは先ほどご紹介したピンポンモードとパラメータは一緒で、設定したトリガー以上が入った時にディバイダーの数によってステップが切り替わっていくという仕組みになっているんですけれども、ピンポンモードとの違いは設定するパンの値というものがランダムになるという点になります。ですので、どこの定位に行くのかをコントロールしたい場合にはピンポンモードを使い、ランダムに動かしたい場合にはステップモードで使うという形になってきます。また他のサウンドトイズプラグインと同様に、トゥイークボタンを押すことによって拡張パラメータを表示させることができます。アナログスタイルのセクションでは最終の出力信号に対してサチュレーションを加えることができます。サウンドキャラクターは8タイプから変更することができますので、好みに応じて使い分けてください。左側のセクションは選択している動作モードによってパラメータが変わってくるという仕組みになっています。特にリズムステップモード、リズムシェイプモードですと、どのように動かしたいのかなんていうのを細かく設定することができますので、この辺必要に応じて設定していただくと、よりイメージ通りのパンニング効果作ることができるかと思います。オートパン効果というと、やはりよく使われるのは音数の多いシーケンス系のフレーズだと思います。ここに対してパンマンをかけていきましょう。いくつかプリセット聞いてみたいと思います。ベーシックパンニング、右から左、左から右なんていう風にパンが変化しますね。ということで、今回はサウンドトイズのリズミックオートマティックパンナー、パンマンを紹介してきました。冒頭でもご紹介した通り、右の CC であったりオートメーション書くよりも圧倒的に早く使うことができますし、パラメータを変化させることによって細かいパンニングの演出といったものを簡単に行うことができますので、ぜひ活用してみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。